僕の名前は身長くん。中学1年生。身長が140センチしかない僕。周りのクラスメイトはどんどん身長が伸びていき、気がつけば女子を含めても一番身長が小さい状態に。小学校の頃は得意だったスポーツも身長差のせいでバスケやサッカーでも当たり負けするし、友達と映画館に行っても僕だけ子供料金を提示されたりする。だんだんといろんなことに自信がなくなり、僕は友達と遊びに行ったり、昼休みに一緒にバスケをすることもしなくなった。身長さえ伸びればまたいつもの日常に戻れるのに。四六時中そんなことを考えていても、すぐに身長が伸びるわけはなく、僕は毎日学校に行くのも怖くなり、夜は全く寝つけなくなってしまった。睡眠時間が足りないことで食欲が減り、体力も衰え、頭も働かなくなっていた。その結果、運動能力も学力も下がり、さらに自分に自信がなくなっていった。もうこんな人生嫌だよ。死にたくなるほど辛かった。恥ずかしくてなかなか親に相談することもできなかった。でも限界ギリギリのところで、僕はなんとか勇気を振り絞り、親に悩みを打ち上げた。両親は僕の悩みを理解してくれて、一緒に病院を探してくれた。そして僕は都内の大病院にて受診をした。しかし医師は病気じゃないんだから気にするなと言い放った。大病院あるあるの冷たい扱いに僕はさらにショックを受けた。もう僕には何も希望がないの。もう諦めようとしていた時、僕はたまたま開いた YouTube の関連動画に目を引かれた。身長美容なんだこれ。僕は思わず動画を再生してしまった。そこに現れたのが眉毛先生だ。はーい、身長ビヨーン、医師医学博士整形外科専門医の眉毛先生です。身長を伸ばすにはこれだ。僕は眉毛先生に診察してもらうことを決意。後日半信半疑の親を無理やり引っ張り、眉毛先生のいる病院へ。採血やレントゲンの結果、今は身長が低いが将来は高くなることが分かったよ。本当ですか。ああ、ただ身長くんは精神的ストレスによって食事、運動、睡眠のバランスが崩れ、それが体の成長に影響を与えている。だから私監修のもと一緒に生活習慣を改善していこう。いい生活習慣が身につけばおのずと身長は伸びていくよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。眉毛先生の言葉に大きな希望を持った僕は、先生に言われた通りに生活習慣を変えていった。すると3ヶ月ほど経った頃にいきなり身長が15センチも伸び、他のクラスメイトたちと同じくらいの身長になった。また規則正しい生活習慣が身についたことで、運動能力も学力も上がり、自分に自信を持つことができた。また友達とスポーツに励む日々。バスケットでリバウンド合戦にも負けない。サッカーだってこの通り。仲いい友達と一緒に街に遊びに行くことも増え、また昔の日常が戻ってきた。あの時眉毛先生と会うことができて本当に良かった。今では毎日学校に行くのが楽しみで仕方ない。僕と同じように現在身長のことで悩んでいる人は必ずチャンネル登録をしておいてね。このチャンネルではこれからも身長に関することをどんどん配信していくので、お楽しみに。身長ビヨーン、バイバーイ。